あっつ。はい、どうも、スリーピースチャンネルのヒデです。リョータです。今回はですね、今まで YouTube をやってきてペヤングを食べてきてなかったじゃないですか。ペヤングって絶対通らなきゃいけないんだ。 YouTube やるんだったら通る道だとは思いますよ。某トップ YouTuber がこの超大盛りを1分以内で食べてたっていうので、それに挑戦してみようかなと。無理無理じゃないよ、気持ちだよ、気持ち。挑戦していこう。いけるかもしれないですね。じゃあ早速やっていきましょう。1分で食えるんですか？目標はね、目標はね、目標は確かにね、高い方がいいって言いますけどね。体感どれぐらいでいけそうなの？早くて3分じゃないですか。早くて3分。美味しく食べるで7分ですか？美味しく食べないで。美味しく食べないで。美味しく食べないで2分。メンタルだな。もうメンタルじゃん、全部。じゃあ俺はこれを乗り越えたらメンタル強くなるってことですか？そう、そしたらダーツが上手くなるかもしれないじゃん。すごいポジティブ。メンタルスポーツだから、ダーツは。まあ、そうですけど、ペヤング関係ないですもん。まあ、正直、あんま自信ないですけど、まあ、やったら早いかもしれないんで。目標、まあ1分ですけど、3分以内に行けたらいいんじゃないかなって思います。これが基準になるから、りょうたの。あ、俺の基準になる。そう。ああ、なるほど。ありがとうございます。ペヤング自体は好きなんで、嫌いなものを早食いとかじゃないんで、うん、そういう意味では苦ではないかな。はい、ということで、りょうたくんペヤングチャレンジ用意スタート。ゴー。始まりました。りょうたくん一口目。でもうまそうだな。うまそう。早くない？なんかもっとガッツリいっちゃえば。頑張れ、ちょっと頑張れって、頑張れって。りょうた、うるさい。いけるよ。行くんだよ。みんなが見てるよ、みんなが応援してる。30秒経過。早っ。はい、1分経過。でも結構減ったんじゃないの？減ってねえか。これぐらいです。頑張れ。いけるよ、りょうた。記録出そう。はい、はい、これね、うん、が食べてないで、食べてないで、食べて。あ、結構減った。3分経過。あともうちょっと。いけいけ。飲み込め。飲み込め、りょうた。おい、ラストスパート。おい、もうちょっと。おい。飲み込んだらよ、飲み込んだら。まだいるな、まだいるな。まだいるよ。はい、おい、止めて、ストップウォッチ。記録が3分47秒。3分47秒。はい、早いよ、これ。よく頑張ったと思う。早いよ、うん。1分経過って言われたじゃないですか。うん、とてもじゃないけど。無理。よく頑張った方だと思いますよ。噛まずに飲むっていう風にね、なんかそのトップ YouTuber ですか、うん、もう言ってたっすけど、飲めない。1分どうすか、ヒデさん。俺が3分47秒。でもそれよりはもう短くいきたいな、ヨタよりも。それは言ってほしいです、僕も、うん。だって1分っていけるんですもんね。チャレンジだからね。まあそうですね、うん。やったろやないかと。いけそう？作戦はあるんですか？作戦はもう飲み込む。ペヤングもメンタルスポーツだからね。ダーツに通ずるものがあると。そう。その、なんていうの？修行として自分のレベルを上げるために、ペヤングを、その、1分以内に食べる。そう。何事もレベルアップだから。あ、そうですね。うん。今はすごいお腹鳴って。熱いんだろうな。熱湯でやってるよね。何？水でやるとかないですか？うわ。おい、湯気すごっ。どこなんですかね。ええ、それすごいじゃん、湯気は。わかんねえな、混ざってんのかどうか。
俺これ食うの今から。そうだよね、食うんだよね。あ、でもうまそう。はい、完成。完成。じゃあ目標は1分。それでは目標はだって自由だから。それではヒデさんのペヤング超大盛り挑戦、はい、よーいスタート。いただきます。お、いい滑り出し、いい滑り出しなんだ。これは震えてないですか？大丈夫ですか？あっ、うでも美味しい。震えてないですか？あ、30秒経過です。これよ、飲み込むしかないんだから、飲み込むしかないんだから。1分経過。そんな早いの？そんな早いですよ。でも早い。目うつろすぎる。目うつろすぎるんですよ。あと2口ですね。また行こう。少ない。いやでもペヤング美味しいから。美味しいですよね。美味しい、それ美味しい、それ本当美味しい。あと半分ぐらいですかね。あ、止まった。もぐもぐタイム。今ここにいる、ここにいる。2分経過。りょうたが何分だっけ？僕3分47秒。ここは負けられないな。あ、でもしんどそう。あ、全然止まっちゃった、止まっちゃった。やばやばい、これ。え、3分経過。やばい、りょうたに負けそう。なんか出る、なんか出る。あ、これやばい、今これやばいよ。ちょっと、あ、やっば。いや、激辛より遅いじゃん。そうだよ。3分半。危ない今、危ないよ、危ないよ、危ない、危ない、危なくない。落としてる、落としてる。やばい、もう本当に出るかと思ったよ。もう4分ですよ。分かってるよ、もう時間いっぱい経ってるのは分かってる。分かってんの？諦めちゃってるさ。吐けないでしょ。入ったらでもカットする全部。でしょ？4分半。あー、やばい。食べるよ、食べる。もう普通に美味しく食べる時間になってます。美味しくはないよ、今もう。美味しく食べる時間です。一生懸命早く見てさ。あの、もうちょっとだから、あと2口。5分です。時間とかもう言わないでよ。あー、わかりました。うん、もう、こんなつもりじゃなかったのに。あとちょっと。一瞬寝ましたよ。今、ここで戦ってる。今、ここで。俺もまたここメンタルだから。そうです、負けない。5分半です。なんなん、なんなの。すいません、すいませんでした。入らんなこれ今。6分です。はい、ちょっとスパート知ってます？もうちょっと頑張んない。いける、いける、いった、いったか。全然いってない。全然いってない。え、今めっちゃいってる感じだったのに。いや、食えたら食ってるよ。7分です。だから、うるさいな。あとちょっと。やばい、やばいしか言ってない今。早く明日にならないかな。お前だな。もうあのタイマーの方がね、画面真っ暗やっちゃったんで、うん、だからもう何分かかんない。ちょっと時間計ってんのか。え、何分今。今8分です。何分か。3分47秒。よく頑張ったな。ダブルスコアっすね。2個食えるね。2個食える。それ某 YouTuber は8個食ってる。やばいね、そう考えると。頑張んないとな。違うか、ダーツ頑張るって話か。ペヤングなんか食ってねえで。でもペヤングは YouTuber やってくれて、絶対インフォーラーの時は2時になるから。うん、大通り。そうですね、9分です。うん、10分以内に行くから。あとちょっとじゃないですか、もう本当に。うん、あとちょっとから行けないんだよ。行くよ、俺は行く。いや、行ってください、みんな応援してるから。うん、じゃあ行きます。はい。
うん、はい、うん、うん、オッケーだったら教えてくださいね。あ、はい、はい、記録は9分54秒俺こんなつもりじゃなかったんだよ。何それ可愛い子ぶってる感じ出してます、ね、こんなつもりじゃなかったの。こんなつもりじゃなかったと、うん、思います。後日にやろうよ。もう不甲斐ないと思う。情けないっす。9分54秒っす。うん、もう10分です。10分え普通に食った方が早い。キリッとすな、キリッといやこれはもう約束しよう。コンディションを整えてまた戦う。あ、わかりました、うん。ヒデさんのチャレンジは9分54秒で。ごちそうさまでした。で、後日またリベンジします。頑張ってください。レオタを抜く。俺、目標になっちゃった。トモさん、はい。レオタが3分半、3分47秒で、僕がほぼ10分、まあ、不甲斐ない結果ということ で今日も撮影場所に現れたトモさんにちょっとチャレンジしてもらおうかなと思うんですけど、はい、2人がね挑戦したペヤング超大盛り、ちょっとね作ってもね、まだちょっとできたての。そっか、あのね、大食いはね前ねやったことあるから、これぐらい食べれるみたいなのさのは想像つくんだけど、早食いに関してはやったことないから。2人とももうやってるからもう先輩だよね。俺に先輩後輩ないですよ。超大盛りは2つ分だよね。そうです。そっか、ちょっとなドキドキするな。動線っていうのはやっぱり緊張しますからね。じゃあペヤング大盛り早食いチャレンジスタート。いただきます。あ、でもめっちゃいってる。か、でかいな。うん、あ、美味しいね。でかっていうふうになってるかな。一口がありがとうございます。そうそう、いやでも一口がでかいの。ほぼグーだよ。ほぼグー。一発一発がでかいタイプなんですね、トモさん。うん、量が手数だったもん。キャパが、あ、でもうまいね。うまいです、うまいです。あ、でも1分経過です。もう頑張って、トモさん。いや、いい。でも結構早くいける、これ。トモさん、みんな見てますよ。みんな応援してる、トモさん。お指を立てる余裕もある。1分半です。テーブルのも一応食べていただいて。ごちそうさまです。うわ、すごい。記録が2分14秒ですね。あ、2分いっちゃったな。あのね、火薬なしだったらさ、もっと早いと思う。一回、機関に入った。あれ、範囲だったかな。まあ、誰と勝負してるのか俺わかんないけど。まあでも、あれかな。ちょっと、練習すれば2分切れるかな。お、熱くなってきましたね。2分切れるし、うん、早食いとか大食い系では、まあ、君たち二人には負けたくない。って感じで。バイバイ。